母様。何とアルちゃん。困ったわね、予備の布団がないのよ。そうだ、掃除のベッドで一緒に寝るといいわと言ってもらう算段をつけたいのですが。はあ、本人の前で何言ってんの。トゥアールちゃん、あなたとってもいいわ。あなたのような人が来てくれてとっても嬉しい。ここを自分の家だと思って暮らしてね。でも困ったわね、予備の布団がないのよ。そうだ、掃除のベッドで一緒に寝るといいわ。母さん、ありがとうございます。お母様、その代わりソウちゃんをちゃんと男にしてあげてね。もちろんです。おばさん、ちょっと